姫香です。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ、イエーイ。はい、今日の企画は私の机の上紹介です。じゃあ早速見ていきましょう。どうぞ。私の机の上はこんな感じです。ここでは見ての通り全然勉強してなくて、勉強はリビングでしてます。ここはもう飾ってる机です。左の方からここには雑誌が置いてあって、これはアリアンにプレゼントしたら自分も欲しくなったお揃いのやつです。ボディーソープです。鏡で、これはニコロのポーチで、ここの辺にはいろいろ飾ってるんですけど、これはアリアとサンキューマートでプレゼント交換した時にもらったんですけど、なんか電池入れたらユニコーンのやつ光るんです。かわいい。はい、次、これはお気に入りの立て眼鏡とかサングラスだけ置いてます。これはメイクボックスです。中身はこんな感じです。細長いものを瓶とかに入れたら可愛いかなと思います。でこれは鏡なんですけど、開くんですよ、中身がパカって。で開いたら中にはアクセサリーがいっぱい入ってます。ここにはマニキュアがずらーってあって、これとこれが一番よく使うかな。このボックスにはいろいろ置いてます。ペンとかですね。これはゆらりにもらいました。これはファンの子からもらいました。これ読売ランドで射的で当てたやつなんですけど、これ可愛くないですか。これクリモモちゃんとスクバの中身紹介で話してたやつなんですけど、原宿で買ったコップみたいなストローついてるから水筒かな。これはサンキューマートの購入品でも紹介したんですけど、光ります。お気に入りのピンクの可愛いものとか置いてます。これはしなこちゃんのお店で哺乳瓶、貯金箱です。でこれはシクスティーンのメイク道具なんですけど、入れ物が可愛いので飾りました。この机は以上です。下はこんな感じです。右から紹介していきます。まずこれはオーディションでグランプリ取った時の盾です。で一番右には筆箱が2つ入ってるんですけど、この濃い方のピンクはゆらりと一緒に筆箱デコでやりましたね。中身はプリクラがいっぱい入ってます。これはピンクラ TV のコラボポーチなんですけど、ちっちゃいピンクラ TV のやつが中に入ってますね。また中にはピンクラ TV のステッカーが入ってます。これはお泊まりの時にこれ丸ごと持ってくんですけど、歯磨きとかメイク落としとかがいっぱい入ってます。これは筆箱紹介で紹介したんですけど、筆箱は変えてメイクポーチに変えました。この中にはローションとかがいっぱい入ってて、お風呂上がりにスキンケアする時用のやつです。この中にももうティッシュとか日焼け止めとか実用品。あ、吠えた。これはアイスクリーム型の扇風機。これはもう誕生日プレゼントでもらった香水なんだけどね、本当にマジいい匂い。サイ&コー。これ貯金箱なんですけど、入りきらなくなったのでさっき紹介した哺乳瓶に入れ替えました。この箱なんですけど、スマホカバー、パスケース、ティッシュがいっぱい入ってます。こんな感じです。これお気に入りです。ニコニコのやつ。下はもう主に勉強道具だったり文房具だったりなんですけど、じゃあこっちから行くかな。こっちはもうずらーって教科書が入ってて、ピンクラ TV のノート3冊あって、こっちにはファイルなんですけど、これの後ろにはみんなのサインがあります。これ結構お気に入りです。もう破れたりしたら嫌だから永久保存用です。この瓶に入ってるのはもう使わないペン、鉛筆です。後ろには水筒があって、この子にはねコップのフチコさんがねここにいるんですよ。これ結構好きです。で文房具のストックです。クリップとか消しゴムとか物差しとかハサミとかですね。これはゆらりにもらいました、クリスマスの時に。下はスヌーピーのユニバのお土産で、中身はもうなくて、この中にテープだったりとか文房具をいろいろ入れてます。はい、以上です。左側はこんな感じです。これはもうプールとか海とかでもスマホ使える入れ物です。これはもう実用品です。この中もハンドクリームとか、これもリップとか実用品。これちょっとねお菓子を隠し持ってるんですよ、秘密で。もう放送されちゃったら秘密じゃないけど、この奥のやつが韓国のお土産の歯磨きなんですけど、可愛くて使えなくて飾ってます。めっちゃ可愛くないですか、 LINE のやつ。お気に入りです。さらに下、これはスチーマーなんですけど、奥のやつは普通に顔のスチーマーで、これは髪の毛のスチーマー。はい、以上です。私の机の紹介は以上です。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。